ZGMF-X2OA ストライクフリーダム。 ZGMF-X1OA フリーダムの後継機であり搭乗者である吉良大和がかつて愛機としたストライクとフリーダムの名を冠し、さらにはラクスクラインの平和への道を切り開いてほしいという祈りが込められたコズミックイラにおける史上最強のモビルスーツ、ザフトによって開発設計がなされ、開発時期がフリーダムと同時期に行われたことから、外観や全体的なフォルムがフリーダムに非常に似ており、直系機として設計思想を引き継いでいるのがうかがえる。そしてザフトが開発プランを進める中で、クライン派の秘密機関ターミナルが開発データを奪取し、ヒトフ工廠ファクトリーで ZGMFWXO90 ドムトルーパーなどとともに建造され誕生。ストライクフリーダムの開発は前述の通りフリーダムと同時期に行われており、これは地球連合とプラント間で締結された核動力搭載型モビルスーツの使用を実質的に禁止するユニウス条約が確立される前から進められていたことを意味し、その過程における技術力の躍進によって新型核動力とザフトのセカンドステージシリーズである ZGMF-X56S インパルスなどに搭載されているデュートリオンビーム送電システムを組み合わせたハイパーデュートリオンエンジンが搭載されることになる。さらにフリーダムの運用データを取り入れたことで、フリーダムの数倍の戦闘能力を有し、スーパーコーディネーターである吉良大和の能力との融合によって超高性能のハイブリッドモビルスーツとして君臨。同じくハイパーデュートリオンエンジンを搭載した ZGMF-X42S ディスティニー、 ZGMF-X36S レジェンドをはるかに凌駕する活躍を見せる。フリーダムの設計を原型としながらも独自の発展を遂げたストライクフリーダムは、各ユニットも高水準の機体構造を有している。頭部には後日するドラグーンシステムなどの非常に複雑な兵装の数々を扱うため、情報処理量を増強させる複合センサーが装備され、設計段階ではシウス、つまりストライクフリーダムにおける MMIGAU-27D31mm 近接防御機関砲の非搭載も検討されたが、結果的に採用されることになる。ブレードアンテナの基部には形式番号である X2OA の刻印にイタリア語で20を意味するベンティの文字が刻まれている。ハイパーデュートリオンエンジンが搭載された胴体ユニットには、フリーダムから継承したマルチロックオンシステムを採用し、複雑な兵装の数々の円滑な運用を実現。さらに装甲の内部フレームにフェイズシフト装甲、外部装甲にはバリアブルフェイズシフト装甲が採用され、二重の特殊装甲によって圧倒的な防御力を誇るとともに、内部骨格の動きに連動させることでより人体に近い可動と高機動戦闘を可能にする外部装甲可変移動機構によって生じる装甲の隙間から、最大出力時のフェイズシフト装甲に振り分けられる余剰パワーが装甲の隙間から排出され、金色の光を発する描写が描かれた。両腕部には MX2200 ビームシールドを装備しているとともに、両肩部に備え付けられている肩部ユニットの内側に2機ずつスラスターを設けている。これによって腕部だけでも高い機動性と防御力を有しており、特にビームシールドに関しては従来の実体型シールドに比べて小型の発生機を搭載すればよいため、軽量かつエネルギー消費が激しいという問題点を核動力搭載機であるストライクフリーダムは容易にクリアすることになる。さらに両腕部のビームシールドを同時に展開することで、広範囲型のフィールドバリアのような使用も可能となり、ディスティニーとの戦闘では MMI714 アロンライトビームソードによる斬撃をビームシールドの力場を利用し、マニュピレーターで白羽取りをするという神業を披露した。また脚部のふくらはぎには展開式のスラスターが2機設けられており、高機動戦闘を支える重要な役目を担っている。劇中では一度も被弾せず、開発コンセプトである被弾率ゼロという規格外の偉業を達成してみせた本機であるが、吉良大和の凄まじいパイロットセンスもさることながら、前述の胴体ユニット両腕部脚部に採用された外部装甲可変移動機構があればこそであり、より人体に近い動きを可能にする機体構造がなければ吉良大和の反応速度に機体が追いつけなかったのではないかとされている。 EQFU-3X スーパードラグーン機動兵装ウイングの採用。ストライクフリーダム最大の特徴は、背部にマウントされた8機のウィングバインダーであり、高水力スラスターと兵装プラットフォームを有する高性能の機動兵装ウィングを装備。この推進システムには
GSX401FW スターゲイザーに搭載された光パルス推進システムボアチュール・リュミエールの発展型が採用され、爆発的な加速力を発揮するとともに後述する無線誘導兵器スーパードラグーンを放出し、スラスターを最大稼働した際にはウィングバインダーから青い光の翼が出現する。このウィングバインダーを展開した形態をハイマットモードと呼び、8機のウィングバインダーの稼働によって大気圏内大気圏外問わず圧倒的な機動力を発揮し、従来機とは比較にならないほどの機動性を実現するに至っている。さらにハイマットモードからの全並走展開状態をフルバーストモードと呼び、マルチロックオンシステムとの併用によって多数の敵機を同時に殲滅できる火力を誇るなど、高機動高火力を象徴する機体へと昇華されている。ストライクフリーダムの武装、 MMIGAU27D31mm 近接防御機関砲、頭部に装備された 31mm 口径のバルカン砲。前述の通り非搭載も検討されたが結果的に採用されることになる。ザフトの新型正式装備と言われており、自動制御によって近接対空防御も行うことができる。 MAN21KF 高エネルギービームライフル、本機のメインウェポンとなる武装であり、フリーダムの武装であった MAN20 ルプスビームライフルの改良発展型とされる装備。2機装備しており、この2機を直列に連結することで高出力と射程を大きく向上させたロングライフルとして機能し、さまざまな敵機状況に対応できる非常に取り回しのいい武装となっている。 MMIM15E クシフィアス3レール砲、腰部左右に装備された実体弾電磁式レールガンであり、この武装もフリーダムの MMIM15 クシフィアスレール砲の改良発展型とされている。三つ折りだったフリーダムの武装から二つ折りに変更されたことで小型化に成功し、出力を向上させたことで威力も上昇している。高エネルギービームライフルを腰部にマウントした際にはクシフィアス3レール砲が連結部ごと後方にスライドしマウントされるため使用不能となってしまう仕様になっている。 MGX2235 カリドゥス副将ビーム砲、腹部に内蔵された高出力ビーム砲であり、 ZGMFX31S アビスガンダムに搭載されていたものと同型のユニットが装備されている。しかし本機はハイパーデュートリオンシステムの搭載によって出力が向上し、威力と連射性能が格段に上昇。ストライクフリーダムの中で最大の火力を誇る武装となっている。なおコクピットの位置が発射機構の直上に位置しており、パイロットを保護するため超高精度の鏡面壁とエネルギー防壁によって二重の遮蔽処理がなされている。 MAM02G シュペールラケルタビームサーベル、近接斬撃格闘専用のビームサーベルを2機装備しており、クシフィアス3レール砲の連結部に備え付けられている回転式のサーベルラックにマウントされている。サーベルのオーブを連結した攻撃も可能となっているが、キラヤマトは二刀流モードからのすり抜けざまに高速の斬撃を繰り出す攻撃を多用していた。スーパードラグーン、機動兵装ウィングに8機搭載されている無線誘導兵器であり、搭乗者の空間認識能力に頼らずに使用可能なザフト製の次世代システムをベースに、キラヤマトの卓越した制御を想定した改良を施した結果、スーパードラグーンシステムが完成。攻撃端末は MA80V ビーム突撃砲が内蔵されており、頭部に搭載されている複合センサーなどを介した遠隔操作によってフリーダムを超えるマルチロックオン攻撃とオールレンジ攻撃を可能にしている。またこのビーム突撃砲にはビーム刃を形成する機能も備わっており、遠隔誘導による打突での攻撃も可能となっている。核動力搭載型モビルスーツ専用アームドモジュールミーティア、核動力搭載型モビルスーツの莫大な出力を遺憾なく発揮させるため、専用の追加武装プラットフォームの開発が進められ完成したのがミーティアである。ミーティアの名称はモビルスーツエンベディッドタクティカルエンフォーサーの略称であり、直訳するとモビルスーツ埋め込み式戦術強襲機という意味を持つ。その名の通り、核動力搭載型モビルスーツを完成ユニットとして連結することでエネルギー供給を行い、大出力兵装による要塞級の大火力と高い機動性を誇るアームドモジュールとして機能することになる。全長は優に90メートルを超え 99.46 メートルにまで及び、その姿は機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場するガンダム試作3号機デンドロビウムのアームドベースウォーキスを彷彿とさせる姿をしている。ミーティアは
核動力搭載型モビルスーツ専用母艦である FFMHY-101 エターナルでの運用がなされており、通常時はエターナルの砲塔としての機能を有しているとともに、アームドモジュールとして運用される際にはエターナルのガントリガーからパージされ、機体中央部に核動力搭載型モビルスーツをドッキングする仕様になっている。ミーティアの機体構造は外部からの動力を得ることで各システムが機能する仕組みになっており、機体後部に設置されている2機の大水力エンジンによってモンスター級の加速性能を発揮し、武装に関しても120センチ高エネルギー収束加戦砲および MAX200 ビームソード 93.7 センチ高エネルギー収束加戦砲、60センチエリナケウス対艦ミサイル発射艦を側部、アーム部、スタビライザー部にそれぞれマウントしているなど、短期で敵部隊を殲滅できる火力を有している。その性能と威力はコズミックイラ71第2次夜勤デウエ攻防戦、コズミックイラ73ステーション1およびメサイアにおける攻防戦で遺憾なく発揮されることになった。以上、ストライクフリーダムの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。